昔々あるところに炎の国に生まれた王子と氷の国に生まれた王子がいました。今日も二人は仲良く公園で遊んでいたのですが、おい、普通俺が主人公だろ。いやいや、なんでだよ。俺だって主人公やりたいに決まってんじゃん。ちょ、なんで俺おたまじゃくしなの。なんでだよ。ケラスイはやられ役だけやってればいいんだよ、雑魚なんだからさ。はぁ、ケナ太郎こそお前変な色してるからさ、主人公似合わないだろ。そもそも役がなんかこの主人公と何これ、おたまじゃくし、どういうストーリーなんだよ。いや、まあそれぞれに似合ったキャラがいいかなって思ったから、主人公っぽい俺と、まあどうしようもない雑魚 A 役で、おい、すけんな、君にはやってもらおうかなって思いました。さすがに少なくともお前よりは強いわ。雑魚 A じゃないよ。いやいや、待って、それだけはない。俺の方が一番倍は強いもんね。いや、俺炎。はい、君氷でしょ。氷は炎で簡単にね、溶けちゃうからね。いいえ、想像してください。あ、なんだよ。南極のでっかい氷の中にマッチ一本投げたって、南極の氷は溶けません。つまり君のマッチ棒みたいな炎じゃ俺の氷は溶かせないのよ。誰がマッチ棒みたいな炎だよ。火炎放射のケナソユ様って言えよ。そんなあだ名あるの。うん、火炎放射のケナソユ様。これは受付ハートケナ太郎。ああ、まあいいよ。そうやって突っかかってくるならさ、俺お前より強いことを証明してやるよ。なんだよ、なに、ここでバトルでもすんのか。ああ、まあやってもいいけど、ちょっと今日はお腹が痛くなってきたから、また今度な。今から1週間後、炎のケナスイと氷のケナ太郎、どっちが強いかバトルだー。ああ、いいよ、1週間後な。ビビって逃げるんじゃないぞ。どうも、炎の国代表ケナスイです。氷の国代表ケナ太郎だよ。はい、ということでね、今回はお互いの国の名誉をかけてケナ太郎と対決することになりました。みんなは炎の能力と氷の能力どっちが欲しいかコメントで教えてね。60万人目指してるので、皆さん絶対にチャンネル登録と高評価お願いします。ケナスユチャンネル、ただいま、ただいま。いや、まさか氷の国の王子ケナ太郎と戦うことになるとはな。それにしても特訓か。あいつに勝つためにはどうすれば強くなるかな。ただいま、ただいま。ん？おお。お帰りなさいませ、ケナスイ様。おお。誰だっけ？炎の騎士団長、イグニスですよ。ああ、騎士団長か。あ、どうも。何か考え事をしながら帰ってきたようですが、何かありましたか？あ、そうだそうだ。いやー、騎士団長さん、イグニスさん、俺強くなりたいんだけどさ、騎士団長のイグニスさん、俺に特訓つけてくれたりしない？ケラソエ様、まさかようやくこの国を背負って立つ覚悟ができましたか。いやいや、そういうわけじゃないんだけど、別に普通に戦いたい相手が。戦いたい相手がいる？あ、そうですそうです。おお、ライバルと高め合っていつかはこの国を背負って立つ覚悟を持ちたいという。ちょ、まあ理由は何であれとね、とにかく強くなりたいんですよ。さようですか。はい、わかりました。この騎士団長イグニスにお任せください。本当ですか、いいんですか。それでは早速私についてきてください。ほーい。それじゃあ早速訓練といきましょう。ご自身の魔導書は持ってますよね。おー、魔導書これですかね。これだ。これでなんかあれですよね、魔法唱えて火吐いたりするんですよね。はい、ちなみにですけど、火の戦士として強くなる方法ご存知ですか？火の戦士として強くなる方法、いや、わかんないけど。それはですね、たくさん火に触れることです。たくさん火に触れる、そんなんでいいの？つまり私が何を言いたいか、はい、全身で炎に触れましょう。ちょい、おー、いや、死んじゃって、やりません。勝ちたいんでしょ？でも確か勝ちたいけど、あー、連れてかないで。さあ、今からね、この土俵の上でタイマンをしてもらいます。タイマン、はい。落ちたらマグマに浸かることになるので、たくさん熱いものに触れまれます。ボス噛んだな、めっちゃ。とにかく短期間で強くなるには、このマグマで触れながら戦うのが一番です。あー、分かった。じゃあやるよ。これで強くなれるならやるよ、こんなんで。さあ、戦いましょう。いきなり戦うの？魔法でファイト。ちょっと、俺まだあんま戦ったことないのに。
マジックファイト。おー危ない、ちょやりすぎじゃない、王子よこれ。でも一応この国の王子なんだけど、熱い、あれでもそんな熱くない。この国のために王子には強くなってもらわなければなりませぬ。いやどうしたらいいのこれ、どうやったらこれ、この魔導書どうやって使う。熱い、ちょっとこのフィールド炎だらけなんだけど、ファイアボール、ちっちゃい玉だけど使える、なんかファイアボール。他には炎の壁とか。私が魔法とはどういうものか見せてあげましょう。で本当にやばい、本当にやばい。ファイヤーインフェルノ、炎の壁。なんだこれ、炎の壁できた。おお、なんか俺の魔法弱くね、この人の魔法強すぎるって。この技使ってみるか、ヒートサージ。なんだこれ、おお、なんか削れた、ちょっとわかんないや。どうだ、あー熱い、落ちちゃった。今日の訓練はここで終わりです。あ、これで終わり。どうですか、強くなれましたか。いや全然わかりません。そうですか、じゃあこの手を使うしかないですね。この手、何、テラソエ様の持っている魔導書、一番安いやつで技が少ないので、私も使っているこっちの高級魔導書で技をたくさん覚えて強くなりましょう。高級魔導書、そんなのあったの。これは高いやつを使えばみんな強くなれますので。うわ、嘘でしょ、もう本当に。なんで王子がこんな弱い魔導書使ってんだよ。よし、今日も特訓頑張っていくぞ。いやー、この魔導書もらってからいろんな魔法使いこなせるようになって最近めっちゃ楽しいんだよね。さてと、今日の特訓は何かな。イグニス、あ、騎士団長、ケラスイ様。おお、来たケラスイ様、はい、なんでそんな焦って。隣の氷の国から手紙が届きました。え、手紙、果たし状ケナ太郎よりって書いてあります。あ、そうだ。いや、ちょっと、いろいろあってですね、これは。まさかこれは炎の国と氷の国で対立が起きるというのか。くそ、戦の準備をせねば。待ってください。全然そういうのじゃないから、うん、安心して。ちょっと待って、手紙の内容は、果たし状、ついに勝負の時が来たな、決着は攻城戦でつけるとしよう、氷の国の城でけなそいを待つ、城の頂上にある旗を壊したらお前の勝ちだ、ビビって逃げるなよケナ太郎より。待って、なんて書いてあった、決着は攻城戦でつける。攻城戦ってことは俺がケナ太郎の城に攻め込むってことなのかな、そういうことですかね。わからないんだ。よし、じゃあイグニスさん行ってきます。今日の特訓はどうするんですか。今日は特訓なしで。はい、気をつけてください。にしても一体この手紙は何だったんだ。何、氷の国と対決だと。ケラクイチャンネル。よし、着いたぞ。ここがケナ太郎のいる氷の城か。よし、ここから入ればいいのかな。おーい、ケナ太郎いるか、来たぞ、勝負。よいしょ、ファイト。わー、なんだここ、うわ、なんか滑る、めっちゃ。おー、いたけやだろ、お前なんだよ、攻城戦って。何、どうすればいいの。俺がなんか置いてある旗取ればいいの、城に置いてある。そうだ、このな、奥に見える城の頂上に旗が置いてあるからな。おう、それを取りに来るんだら頑張っておいで、ザコザコくん。ザコザコくんじゃねえよ、今俺最強なんだから。ザコザコ、ザコザコ、ザコザコ、ほらほら、燃えろ、ほらほら危ない。おい、やんのかお前。ちょ、やばい、危ねえ、あー、いって、あー、こいつ、お前、ふざけんなよ、お前。まずはここではな、兵士トラップを受けてもらう。兵士トラップ、この国の氷の精鋭たちにボコボコにされるがいい。氷の精鋭、いけ、なに、氷の精鋭たち。ほら、出てきた。ざわー、見た、え、ちょっとケナ太郎、反逆してる。おい、俺に攻撃するなよバカ。よし、いった、やば、攻撃防がれた。いて、強くないこいつ。まあ、こういう時はシールドを貼って、ブレイブストーム。なんで白クマもなんか追ってきてるんだけど。そして近寄って、ファイヤーブレス、なんかこいつもブレスする。勝負だブレス勝負。よし、倒した。ん、なんかケナ太郎いる。わあ、よっしゃ、バレた、こそこそ攻撃するの、バレた。いって、ブレイブストーム、からの
やばい、痛い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 、倒せ倒せー、からのマグマボム、ちょ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 、ブレス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 、動けないブレス、からのやり返した、ファイヤーブレス、お見舞い、よし、第1ステージは合格だ、進んでくるといい。おい、来たぞ。さあ、よく来たな、次のステージに。なんだ、ここは。ここは、大砲ドッカントラップだ。大砲ドッカントラップ、どこに大砲あんの。おここにあるの、すべてが大砲だよ。おいおい、この部屋一帯を破壊してやるんだ。無理だろ、そんな。どうすればいいんだ。避けれるかな。あ、そうだ。いいよ、かかってこいよ、ゲナ太郎。俺には、この魔法があるからな。行くぜ、ドッカン大砲スタート。ポチーん、うわぁ、すごい、セキュリティ待って、シールド、でもこれがあるから大丈夫。次も落ち、ん、そら、痛い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 、やばい、前に進まないと。さあ、どんどん行くぜ。よいしょ、ドッカン大砲ドドドドドドド、行かないよ、そんな。このシールドがあるからな、俺には。なんでなんで行くの。やばいやばいやばい、シールド、よいしょ。マジか、もう一発ラスト、シールド。下側もこうだ。ほら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 、どうしたどうしたどうした、俺にはシールドがあるからね。いや、なんか大したことないな、あいつ。この一週間何やって、あ、開けてはくれるんだ。なかなかやるじゃねえか。よいしょ、お邪魔します。おお、城の前まで来た。いやいや、ケンタロウ、この一週間何やってたの。弱すぎない。今日課のトドロキくん見て盛り上がってた。え、特訓は、え、何もしてないよ。え、うん、まあいいや、もういいや、このまま俺が肌取って帰ろう。待て、ちょっと待って、おい。なんだよ。甲状腺最後は、ここで俺とタイマンバトルだ。さ、ここ最後なんだ、もう。俺に負けて、お前は泣きながら、家に帰れ。おお、始まった。くそ。よーし、いいだろ。タタタタ、とりあえず、バトルだ。タタタタタ、白熊召喚。ファイアボール。何やるな。ちょ、強。いやいやいや、どう考えても炎と氷じゃ、炎の方が相性いいに決まってんだろ。おらおらおら、ブレイズストーム、ブレイズストーム、避けれるかな、このブレイズストームに。え、消えた、え、アイス消えた、え、どこ行った。うわー、なんだ、やばいやばい、シールド、やべ、地面にあった。氷柱、やばいやばい、当ててみろ、おい、なんだよ。おお、殴り合い、当ててみろ、殴り合いだな。ファイヤーボール、ほら、ストレイ、いて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 、お兄ちゃんの攻撃やってる。ファイヤーブレス、なんだ、お前もコールドブレスみたいなの。ブリザードブレス、やばい、死ぬ、強くねえか。あいつの攻撃やばいな。来るぞ、あれ、どこ行った、気づいてない、ブレス、あ、危な、ギリギリで勝った。よし、あとはなんだっけ、甲状腺だから旗を取らないといけないのか。おっと、よし、オッケー、ん、あれかな、あー、多分あれだ。よっしゃー、この旗を取ったら俺の勝ちってことか。オッケー、はい、俺の勝ちだー、イエーイ。キナタロいるかな。くそー、いい勝負だったんだけどな、負けちゃったよ。まあでもキナタロ結構強かったよ。この甲状腺もさ、面白かったし。本当に頑張って準備した甲斐あったー。てか、喧嘩してたんだった。いや、もう良くない、そんなの。もう仲直りしようよ。え、いいの、仲直りしてくれるの。おいいよ、別に。雑魚とか言ってごめんね、俺も。この方こそごめんなさい。よし、じゃあこれで仲直りだ。あ、そうだ、じゃあさ、今から公園遊び行こうよ、うんうん、次はさ、二人とも主人公でまたあのヒーローごっこしよう。あー、いいねいいね、そうしようそうしよう。ふぅー、やったぜ。よし、じゃあ行くか。大丈夫ですか、ケナスイ様。なんか来た。え、あれ、騎士団長に参りました。え、騎士団長のイグニスさん、どうしてここに。誰、こいつ知り合い。あ、うちの国の一番強いあの騎士団長なんだけど。ケナスイ様が氷の国と戦をするという手紙を読みまして、お怪我はございませんか。いや、ちょっと俺が送った手紙を読んだってこと、このなんか赤いやつが。あ、そうだね、そういえば最後渡したわ。え、読むなって言ったじゃん、だってそれにもう仲直りしたから。よし、それじゃあ公園行こうぜ。イグニスさん、また会いましょう。はーい。この手紙を読んで
門のところにうちの兵隊5000人呼んでるんですけど、とにかく戦なんてしないからもう帰っていいよ。王様に報告もしましたし、私たちの炎の国の民は全員隣の国へ避難させたんですけど、ちょっとさすがに早とちりしすぎじゃないこの人。確かにね。ちょっと変わった人なんだよ。まあ見るからになんか熱血そうなやつだもんねこいつ。さすが炎の先生。この人騒がせなことをするんじゃない。うわー、ちょっとなんてこと。これでこの国は乗っ取りましたね。おい最低だな。